良性腫瘍とは、病理学的に悪性所見を持たない腫瘍のことである。すなわち、良性腫瘍細胞は、自律的な増殖をするものの、自らどこまでも、自律的に増殖できる環境を作っていく能力を持たず、発生した場所で増殖するのみであり、栄養血管の不足などそれ以上の増殖を許さない、環境が生じた時点で増殖を停止する。 文化度の高い悪性腫瘍より、さらに文化度の高い腫瘍ということもできる。なお、発言機構は多段階であり、良性腫瘍と悪性腫瘍の境界線は、必ずしも明らかではない。形態的には、おおむね以下のような特徴を示す。良性腫瘍の診断は、必ずしも、臨床的な予後が良好であることを意味しない。 例えば脳幹部に発生した低異形度髄膜腫は、良性腫瘍であるが、治療困難であり、かつ脳幹を圧迫して、予後不良であるため臨床悪性である。また、悪性腫瘍はしばしば良性腫瘍の中から発生するため、臨床的には、その意味でも、腫瘍の良し悪しの明らかな境界線が引きづらいことが、多い。例えば大腸ポリープを例にとると、 数ミリのポリープは選手でありそのまま推移すれば概ね、良性であるが、数センチを超えると、かなりの確率で、がん細胞が現れ大腸がん化することが、知られている。したがって、良性腫瘍は、全ん状態と見ることもできるが,が、んの細胞分化に関しては、未解明の部分が多く、この考えに対する異論もある。メルクマニュアルに記述されている。 主な良性主要を抜粋して次に示す。ありがとうございます。